分かるとできるの違い、みんなだったらどういうふうに説明しますか？改めましてどうも、タイチです。今回はタイトルとかにもあるように分かるとできるの違いについて考えていきたいと思うんですが、そんなん分かってますよっていう方もいると思うんです。思うんですけど、一旦ねこの時期にそこの違いについて考えてほしかったの。これは何でかっていうと、もちろん勉強頑張ってる学生には絶対にこの違いを分かっててほしいし、スポーツ頑張ってる方にとってもそうだし、仕事を頑張ってる方もそうなんだけど、多くの方にとってここの違いが分かってるかどうかって全てにおける効率が変わると思ってるんです。だから一旦ね、ちょっと夏休みが終わってこの時期にちょっと考えてみよう、そんな時間になってほしくてこの動画撮らせてもらいます。実は今回のトピックは、俺が塾講師やってた時にうちの生徒に口うるさく言ってたことなの。なんでかっていうと、ここの分かるとできるの違いを曖昧にしておくとね、とにかく効率が悪くなる、吸収率も悪くなるし、スポーツ頑張ってる子も練習効率が悪くなっちゃうから、ちゃんと自分の中で分かるとできるの状態を切り離す、ちゃんと分かるだけじゃなくてできるところまで持っていくんだぞっていう話をしてました。なんで今回ね、これから自分の意見をここから言わせてもらうんだけど、別にそこと完全に一致する必要はないからね。俺がこういう意見を言ってるから私違ったってそんなん気にしなくていい。みんなの中で自分の答えがそれならそれで構わない。でも例えば俺のを聞いてもらったりとか、コメント欄で他の方の意見もあるかもしれないから、そういうのを読んでいってさ、自分の考え方がアップデートされたらすごくいいじゃん。すごく素敵なことだと思うので、まあそのきっかけにぜひしてもらえたらと思います。じゃあここからは俺の意見を言うだけなので簡単に言っていこうと思うんですが、例えば勉強で例えるんだったら問題集やりますよね。でまあ特に間違った問題で発生するんだけど、間違った問題があります。まあ もちろん解説読んだりするわけじゃないですか。で解説読んで、あ、なるほどって、これ分かる状態ね。だって解説を説明されて分かる。例えば俺も授業動画投稿してますけど、授業動画だったりとか先生のね、みんなの先生の授業を受けた時に分かる、なるほどってなったのが分かるです。でもここで止めておくと、本当にできるまでいってるのかっていうのが非常に怪しくなります。これはスポーツでもそうで、例えばバスケットボールでさ、こういうドリブルの仕方とかこういうフェイントの仕方みたいなのがあるとするじゃないですか。それを説明されて、なるほどそれが効果的なんですねは分かる、知ってるとか分かる状態なんだけど、じゃあできますかって言ったらできないじゃないですか。でこれスポーツに置き換えるとみんな結構しっくりくるのよ。確かにできなそう、ちゃんと練習しなきゃって思うんだけど、勉強に置き換えた時にそこがすごくルーズになりやすい。だから説明を聞いただけとか解説を読んだだけでできる気になりやすいんだよね。でできる気になったままできる状態まで自分で練習をして解いてやらないから、テスト本番だったりとか次同じ問題を見た時にできないんだよ。そうするとさ、あ、勉強やったのにできないじゃん、私バカなのかもって違うんだよ。分かるとできるの違いが曖昧になってただけなんだよね。で今回なんでこの話をしてるかっていうと、もちろんねそんな分かってたよって方はごめん、いいんだ、ごめんな、サンキュー、もうそのまま突き進んでほしいんだけど、ここからさ、まあ、2学期も始まっていくので、ここでしっかり兜の締め直して、でそこの違いをはっきりさせたまま勉強していくとさ、みんながした努力がちゃんと結果につながりやすいんだよね。やっぱり努力したものが結果につながらない、勉強頑張ったのにテストで結果が出ないとか模試で結果が出ないっていうのが一番ダメージを食らう。でこの秋冬っていうのはそこのダメージが俺は大きくなると思ってるの、季節柄ね。なのでそうなってほしくないんで今回この説明をさせてもらいました。なので必ず勉強するときは分かんなかった問題とか間違った問題ね、あとは丸だったけどちょっと怪しかった問題よ、勘がちょっと入ってるだみたいな問題は油断せずに解説確認してすぐでもいいし、例えば午前でそれをね、その問題と出会ったなら午後とか寝る前とかでも構わないので、後で自分の力、ヒントなしでちゃんと自力で解けるかの確認をする、その癖をつけてください。それをやるだけでもちゃんと自分の力が伸びていく、できると分かるの違いがちゃんとはっきりしていくので、そこを意識して9月の勉強、こうね、こっから先の勉強をやってもらえたらと思います。はい、ということで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。皆さん今回の本編の話聞いてどういう印象を持たれました？もしかしたら
ちょっと難しいなとかいや別によくねそこは曖昧でもなんてね思った方もいるかもしれないです。うちのさチャンネルの多分メインで見てくださっているのはやっぱり中学生が多いと思うんです。で実際俺が中学の時に今回の話を聞いたら別にいいかなってちょっと思ったかもしれないです。だからそういうふうに思う学生の方もいるかもしれないなって思ってたんだけど、でも撮りました。でなんでかっていうと、今回本編でも少し話したんだけど、こういう考え方って別に学生の時だけのポイントじゃないのよ。その先社会人になってからもすごく大事なの。仕事においてもさ、できると分かるってここすごく大事で、俺も塾講師やっててその結構上の立場にいたからさ、例えば部下だったりとかその育成もしてたわけよね。その時にさ、例えば言うじゃん、なんかアドバイスとかを言った時になるほどっていうだけは誰でもできるわけ。それは分かるっていう状態だから。でもそれをさ自分の力にするかどうか、もちろんまずそれを真似してみたりとか、あとはそれをさ自分流にアレンジをしてもっといいものにこう仕上げていけるのかっていうのは見てるわけよ、その部分っていうのは。でそこをすごくやっぱり大事にする方って多いんだよね。なのでもちろん今回の話は若干難しいって思わせてしまったかもしれないけど、早いうちにさそういう考えに出会えて、俺悪いことって何もないと思うので、若いうちに例えばさこういう角度で自分のみんなのレベルが上がったものがさちょっとさ背伸びして角度をちょっとこうしたらさ、そのこうさ開き幅って広いじゃん、角度が変わったらどんどん、しかも年齢を重ねるごとに。だからみんながこう、もちろんみんながみんなにハマるわけではないんだけど、あそういう考え方があるんだって、そういうのが大事なんだっていうのをちょっとこうなんだろうな、頭の片隅にでも置いてもらえたら、今は難しいって思わせてしまったことかもしれないけど、何年後とか、10年後とかにもし振り返った時にさ、あの時にこういうふうに思えてよかったなって俺は思えると思っているので、全員が全員じゃなくて構わないんだけども、誰かのヒントになったら嬉しいなと思ってこんな話をさせてもらいました。多分今後もね、毎週ではもちろんないんだけど、こういう、生きる上でといったらちょっと大きくなっちゃうけど、発想の大事な発想とかもきっと話していくので、よかったらまたねそちらもぜひ見てもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではでは今週1週間もねお互い頑張りましょう。それじゃあまたね、バイバイ。